いないいないばあ。いやだいやだの悪い子誰だ、出しっぱなし編。アンパンマンとバイキンマンとドキンちゃんはとっても仲良しな三兄弟。ある日、アンパンマンがプラレールで遊んでいました。プラレールって楽しいな。でも今度はゲームで遊ぼうっと。お片付けは明日でいっか。その日の夜、出しっぱなし、出しっぱなし。出しっぱなし、出しっぱなし。出しっぱなしお化けです。出しっぱなしお化けはアンパンマンのレールを持って行ってしまいました。出しっぱなしお化けはアンパンマンのレールを持って行ってしまいました。僕のレールが足りない、なくしちゃったのかな。次の日、バイキンマンがブロックで遊んでいました。ブロックでお城ができたぞ。もう飽きちゃったからホラーマンの家にでも遊びに行こうと。その日の夜、出しっぱなし、出しっぱなし。出しっぱなし、出しっぱなし。出しっぱなしお化けです。出しっぱなしお化けはアンパンマンのレールを持って行ってしまいました。出しっぱなしお化けはバイキンマンのブロックを持って行ってしまいました。あれ、俺様のブロックなくなってる。ママが片付けたのか。次の日、ドキンちゃんがパズルで遊んでいました。もうすぐでパズル完成するわ。完成したら食パンマン様にあげようと。続きは明日にね。その日の夜、出しっぱなし、出しっぱなし。出しっぱなし、出しっぱなし。出しっぱなしお化けです。出しっぱなしお化けはアンパンマンのレールを持って行ってしまいました。出しっぱなしお化けはドキンちゃんのパズルを持って行ってしまいました。残りのパズルがなくなってる。これじゃあパズル完成しないよ。良い子のみんなは大切なおもちゃを出しっぱなしにしていないかな。出しっぱなしにしていると
夜中に出しっぱなしお化けが現れて、おもちゃを持って行っちゃうよ。だから遊び終わったら、ちゃんとお片付けしようね。動画は楽しかったかな？他の嫌だ嫌だの悪い子誰だシリーズを見たい子は、動画の説明欄を見てね。たくさんあるよ。